カメラが捉えた津波。濁流が街を飲み込みます。あー、うちの中まで来た。戻ったか。津波による死者が少なくとも2人確認されている能登半島の先端、珠洲市。あー、ここも津波が直撃してますね。あの車が4台ぐらいですか、あの倒壊した家の屋根の上に折り重なってますね。これどう運ばれてきたんでしょう。あ、こっちも5台6、あ、10台ぐらいありますね。あ、海の方からこれ、まあ、津波が直撃してこの家でぶつかって止まってるような感じなんですかね。海岸近くの家では、この辺り海藻が引っかかってるのが分かります。私が身長175センチなので、だいたい海の目の前ですと4メートル弱ぐらいの高さの津波が襲来していたことが分かります。中には地震の揺れからわずか1分後に津波がやってきた場所もあったと指摘されています。その被害にも差があり、東部や南部に集中しています。珠洲市東部三崎町に住む出村さん、地震の後自宅の2階に上り海を見ると、波が溢れかかって波が越えなかったけれども、その溢れる直前みたいな波を見て、これはその時撮影した映像です。津波が押し寄せていますが、まだ家に迫るほどではありません。しかしその後の津波で車が流されました。後の波の方が、大きかった。大きかったんですよ。より大きな波になって、第一波に比べ第二波以降の方が大きかったという津波。一回目で越えなかったから大丈夫で安心するんではなくて、より大きな来るんだから、そこでもうすぐ逃げないといけないということですね。湾の内側に面した放流町にも大きな爪痕が。ああ、これくらいじゃないでしょうかね。ここ。はい。あ、もう橋の肩のぐらいまでありますね。うわあ、津波がこれドーンと運んできてここで止まってるんですか。そうなんです。隣の納屋とか。はい。隣の家とかがここへ来たんでしょうかね、波の都合で。あ、今日1ヶ月ですけど、はい、地震から、はい、率直にどうですか、どんな思いですか。進まないですね。だからいつになったら少し、今洗濯もできないし、うん、大変です。能登半島の北で発生したとみられる津波、なぜ発生場所に近い珠洲市の北部ではなく東部南部で被害が拡大したのでしょうか。発災直後に現地調査を行った東北大学越村教授は、能登半島の特殊な海底の地形が深く関わっていると分析します。あの能登半島の特に北部の方には、あの非常にかなり広い範囲で大陸棚という、まあ、浅い海底が広がっているんです。津波というのは水深が深ければ速く進むし、水深が浅いとその伝わる速さっていうのは遅くなっていきます。
浅い海底と深い海底が能登半島沖に広がっていることで、同じ津波でも進む速さに差が生じていたというのです。これによって起こるのが、その速度の違いで屈折現象っていうのが起きるんです。浅い方向にぐっと回り込むようにして曲がってくるというのを屈折というふうに言います。地震発生から津波がどのように伝わったかを示すシミュレーションを見てみると、海面の盛り上がりを表す濃い赤いラインが大陸棚に沿って曲がり、能登半島を巻き込むように珠洲市の東部南部の海岸に到達しています。さらに反射した波は通常は沖に向かっていくわけなんですが、また再び屈折するんですね。屈折してまた陸の方に曲がって戻ってきてしまう。何度も何度も津波が押し寄せていくっていう、そういう現象が起きたのだ。津波の動きを追うと、珠洲市東部を襲った第一波が再び巻き込むように動き、陸地に戻ってきているのが分かります。複雑な地形が第2波以降の不規則な動きを引き起こしていたのです。やっぱり珠洲市においても第1波よりも第2波以降が高くなったんじゃないかなと思っています。津波を左右した特殊な地形、発生源に近い北部では全く違う特徴がありました。ここは珠洲市の北側川浦というところなんですけれども、震源からはかなり近い場所なんですが、海岸線見てみますと、こうゴツゴツした岩のようなものが出ています。隆起してるんですね。波打ち際ここら辺りね、ここまで伸びてた。ここがあこういう、こういうところ、ここからあそこに大きなほら石が、はい、あそこがちょうど波が来てた。あそこまで伸びてたね。この周辺では200メートル近く陸地が広がりました。その結果自然の防波堤となり、津波被害が防がれたと指摘されています。これは津波来るなと思ってたんやけど、はい、ずっと待てても一向に来んし、多分隆起しか考えないなって言ってたら、後の報道で隆起だって言ってるって聞いて、はい、やっぱりという自然の持つ力っていうか、どう思います？すごいと思う。この広い地面が一気に一回の揺れでこんだけ持ち上がるってすごいな。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。